グランドチェロキーはジープブランドで販売されるクライスラーの SUV である。米国ミシガン州のジェファーソン北組立工場で製造されているが、ヨーロッパ向けの車両はオーストリアのマグナシタヤによって製造される。ジープグランドチェッキー SRT1992 年の北米国際オートショーで発表され、翌1993年に販売開始。 当初は1980年代の後半に発売される予定であったが、クライスラーの CEO のリーアイア国家により試作者の再開発が命じられたため、1993年にフォードエクスプローラーの対抗車種として発売された。エンジンは AMC の直列6気筒4リットルエンジンが搭載され、さらに1996年からは AMC のパワーテックエンジンに変更された。さらに、 V 型8気筒エンジンは5.2リットルマグナムエンジンが搭載され、1998年には4.9リットルマグナムエンジン搭載モデルも用意された。また、欧州使用者には VM も取り製、直列4気筒2.5リットルの425オフディーゼルエンジンも搭載された。また、駆動方式は四輪駆動と後輪駆動が用意され、4WD システムは セレクトラック 4WD とクオドラトラックフルタイム 4WD が採用され、1996年まではコマンドトラックパートタイム 4WD も採用された。1993年モデルには V85.2 リットルエンジンを搭載したグランドチェロキーの上級モデルをジープグランドアゴニアとして大数限定で販売した。1996年マイナーチェンジ。 外観については、フロントグリル、バンパーなどが変更され、フォグランプが装備された。また、デュアルエアバッグが新たに装備され、フェンダー部の社名書帯が a m c のものからクライスラーのものに変更された。また、a m c の時期録4リットルエンジンも改良された。1999年発売、ダイムラークライスラーが発足してからのモデルだが、 初代モデルから127種類の部品が流用された。ポルシェのエンジニアリングによって軽量化と剣道化が施された。またスペアタイヤの位置が過失のサイドから床下に変更された。磁気録エンジンは初代に続き AMC の4.0リットルのパワーテックエンジンだがインテークマニホールド及びエキゾーストマニホールドが改良され若干パワーアップされたものが搭載された。 V8 エンジンは2種類とも設計の新しいパワーテックエンジンに変更された。トランスミッションは自社製の 42RE 及び 45F4 足オートマチックトランスミッションと 545F5 足オートマチックトランスミッションが組み合わせられマニュアルトランスミッションは廃止された。4輪駆動システムでは新たにクオドラドライブ2がオプションで設定された。内装も 全面的に刷新され、リアドアが大型化されるんど後部座席の乗員スペースが拡大された。同年、VM もトリトデトロイトディーゼルによって共同開発された直列後気筒3.1リットルディーゼルターボエンジンが欧州及びオーストラリア市場向け車両に搭載された。2002年、メルセデスベンツの直列後気筒2.7リットル OM647 型ディーゼルエンジンを 欧州向け車両に搭載。2004年モデルでは、フェイスリフトが行われ、フロントグリルの形状などが変更されたが、同年にフルモデルチェンジが行われた。また、2004年には、このモデルの生産終了にあたり、生産設備が中国の北京ジープに売却され、2006年から中国で販売が開始された。なお、中国使用者には、時期64.0リットル及び、 V84.7 リットルエンジンが搭載される。2004年に2005年モデルとして発売。四輪駆動システムは、クオドラドライブ2を採用し、リアシート用 DVD プレイヤーも設定された。NVH が改善され、さらに、ジープでは初めて、オンロード性能が歌われたモデルでもある。これは、ジープの購入層の増加を狙ったものであるが、オフロード性能は一部後退した。 エンジンは V 型6気筒 3.7L パワーテックエンジンと V 型8気筒 4.7L パワーテックエンジンが搭載され V 型8気筒 5.7L ヘミエンジンがオプションで設定された。また2006年モデルからは V 型8気筒 6.1L ヘミエンジンも搭載された。さらに欧州、南アメリカ、オーストラリアではメルセデスベンツの V 型6気筒 3.0LOM642 型、コモンデールターボディーゼルエンジンが搭載され、北米でも2007年から搭載された。2007年には、フランスのアルデシュ県で開かれたユーロキャンプジープにおいて、ヨーロッパデビューを果たした。また、日本では2005年7月9日に発売された。2008年モデルでは、フェースリフトが行われ、ヘッドランプの下部も炎上になった。 また、2009年モデルでは 5.7L ヘミエンジンが改良された。2009年4月のニューヨーク国際オートショーにて4代目が発表され、翌2010年に2011モデルとして発売が開始された。ダイムラークライスラー時代に開発がスタートした関係で、プラットフォームなどのハードウェアの約30%をメルセデス・ベンツ M クラスと共用。同時に、 ダイムラーから技術関与を受ける最後の車両でもある。従来同様、シムケチにより左右ハンドルの両仕様が用意され、グローバルに展開される。それによって SUV からクロスオーバー SUV となった。新設計の 4WD システム、クオドラトラック2やセレクテレーンシステムの採用などに加え、ジープ発のエアサスペンションとリアにマルチリンクを備えた4輪。 独立喧嘩式サスペンションを採用したことで、オンロードでの性能も大幅に向上。エンジンは V8、5.7リットルヘミリア6.4リットル、ヘミの設定もあるが、販売の主力となるモデルは、可変バルブ機構を備えた3.6リットルの V6、DOHC に換装された。最高出力 286PS。 最大トルク 35.4kgm を発生する。このユニットは、従来の4 7リットル v 8をパワーで 55PS 上回る。一方、約10%の燃費向上を果たしている。トランスミッションは 5AT を継承。インテリアは各パーツの精度を向上させるとともに、カーアンコルームの拡大や、フロントやリアドアの開口角度を拡大。 いずれも既存ユーザーの意見を形にした。リアシートリクライニング機能の採用については、日本のユーザーの意見を反映させたものである。なお、このモデルは廃止となったコマンダーの客層を保管する、役割も担っている。2011年2月23日に本仕様が発表された。マイナーチェンジジープグランドチェラッキー2014。ありがとうございます。